1868年、現在の大分県武田市で誕生。幼い頃母と死別し、祖母に育てられる。西南戦争で家が消失し、現在の岐阜県高山市へ転居。一度地元の小学校教師になった後、18歳で海軍兵学校に入校。1889年に卒業。1895年には日清戦争に従軍。 1897年にはロシアへ留学。ロシア語を学び、ロシア貴族と交流する。1904年に始まった日露戦争では旅順閉塞作戦に従軍。閉塞船福井丸の指揮官として乗船。自爆する直前的の魚雷が命中。広瀬はすでに撤退していたが、親友の部下杉の孫七が戻ってこないことに気がついた。何度探しても見つからず戻ろうとした直前。 ロシア軍の砲弾を東部に受け戦士